皆さんこんばんは、しもです。今回もトレジャーやっていきましょう。で、今回ね、友達が隣に4、5人ちょっと来てるんで、完全に周知プレイなんだけど、まあそこはだって俺も毎日日本投稿もやるって一番言われてるから、俺の中で。これはしょうがない。で、まず、農場ボックスのあれだよね。確認から。これだ。残り1回だったんだね。これを終わりにして、で、まだ栽培中なの？もう長すぎなんだけど。仕事しろ。で、前回不気味な猛毒戦が1個足りなかったんだけど、もうなんかどうせベリオの上位の素材も必要じゃん。だからもういいかなと思って。今後なんかまた集会所みたいなとこ、港だっけ、あそこやるときにでもまたゲットすればいいんじゃねえかなっていう。まあその時にやるかどうかわかんないんだけど、まあ今はとりあえず放置で。どうせ作れねえから。で、ついにボロボロサーシュ行くか。でね、ちょっと友達が横でバイオの VR やってるから、ちょっと盛り上がって声が入ったらすまん。多分入んないと思うけど、一応ドア2枚挟んでるし、マイクがその周りの音を取らないマイクなんで、前も、家の紹介で、マイク紹介したと思うんだけど、で、ボロボロスアッシュはね、なんだっけ、なんか突進がやばかった記憶あんだよな。あんまいいイメージない。うん。多分2、3回しか戦ったことないけど、あんまいいイメージないわ、こいつは。あ、でも、結構戦ったことあるかも。なんかあれだよね、こいつから手に入る、なんか氷なんとか塊みたいな。あれがなんか、あれ、こいつじゃないんだっけ？アグナだっけ？もう覚えてねえわ。グラシース、これさ、俺ずーっとグランシスメタルって呼んでてさ、俺ついにちょっと日本語の概念失ったわ。カタカナの概念失ったグラシス。さあ行くぜ。なんかもうボロボロスが、こいつは潜らないんだっけ？こいつあれだよね。泥みたいなのなくても、生息、ひしょくりーみたいなモンスター、危ない。確か突進以外は変わってなかった。目がやべえ。目がもうなんか人8人ぐらいやってる目なんだけど、確かね突進以外変わってなかった気がするんだよな。はい、出ました。もう外役はさ、お前アッシュになっても外役はさ、なんか短くね、なんか短くない？ああもうちょっとやめちくりー。なんかこれさ HD だとめっちゃ氷じゃね？めっちゃ氷なんだけど、生きてる体に付着してるなんかこの泥、雪泥がちょっと生きてるね。うん、だ HD になると基本氷蘇るからね、クロスの氷やっぱ死んでるじゃん。そういうとこ、バカ野郎、そういうとこあるからねやっぱ。うん、HD になったらもう氷控えるって、それ俺の中で一番言われてるから。それちょっと待って。はい、突進してこねえなお前。なんでもうガチめんどくせえんだけど、やめ。いやこれもう行けって言ってる、神が行けって言ってるわ。はい、パッ、あ、来た、ほらこれだよ、これ。なんか裏眼筋のさ、ゴロゴロゴロを思い出すとは、劣化裏眼筋みたいな感じだよな。あ、怒った。ほら、やっぱブラスウォールの圧倒的攻撃力よ。ちょっと殴っ、あ、やばい。あ、技違うわ。あれも違うじゃん。あれも違うよ、今の。バカ野郎。うわ、なんだよ、イビルジョーかよ、あれ。イビルジョーリスペクトして。間に合った、オッケー。あれ、突進は毎回なんかブワーってやってくるわけじゃない。やばい、間違えた。あっぶね。うわ、2回連続だ。あれが上位行動っつうか足行動かな、わかんないけど。なんかさ、何こいつ、氷の概念じゃねえわ。氷の概念を習得した男なんだけど、やめてよ。はい。爪だな。爪がかなり柔らかいんで、爪を狙っていきたい。睡眠ナウ。いや、まあ。ちょっと卒論で最近睡眠不足だから、まあ多少はね。あ、行くぜ。1、2、3、オッケー。あれ、腕の氷復活してる？今どこの氷取れた？頭か。頭じゃん。頭取れてねえよ。怒ってないでガーってやつやってこないのかな。1、2、3。あー、ちょっと頭じゃねえんだよな。腕に当たってほしいね。こいつの尻尾害悪すぎ。もう無知かよお前。1、2、頭に当たるな。ファッ、ちょっと頭に当たってほしかったわ空振るなら頭に当たってほしかったわ。やばい、これさ、俺いつもこう賭けに出てさ、突進っていうか殴っちゃうんだけどさ。オッケー、ナイス。ここでちょっと何やってんの俺バカやったけど、1、2、3。もう今1、2ぐらいにしとくか。ああ今3いけたな思って。だからこういう時に限ってね、ひるめ、一生ひるめ。やばい、突進すんな。あー、出た。あ、危ない、当たんなかった。フレームかーい、ナイス。ちょっと2回は効いてないな。当たるな。なんてやんねん。尻尾低すぎない？やばい。これは受けらんねえわ。おつけ ?OK。あれしてこないな。こいつの目玉の狂った狂った年にしてこないな。やばい。ここはガードしよっか。 OK。これ後ろ下がるんだ。あれ意外と重いんだね、一撃。 OK。 ちょっと落とし物でさっき言ったさ、なんか氷なんとか塊みたいな、氷なんとか貝。バカ野郎、もう氷の概念習得しすぎ。新しいなこれ。失うだけじゃないから俺の実況は。習得したりもするからね。うん。あ、これだよ、これこれこれ。凍った、なんだね、粘着貝ってか、粘着貝って書いてあった？なんで書いてあった？凍った、粘着貝！粘液貝だ。粘液ってなんか汚いな。やばいな、かなり回復薬使わせられ、オッケーナイス。ここで、いや、ここは一回回転折りませていこう。回転折りませて、1、2、3からの、いや、ここは行くぞ、俺。ここは行く。男よ、下間。男なら行くべき。1、2、あっ。こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな。狂ってるやん、あの突進。はい、ナイス。爪、さらに。おっと、好き。あーっと、なんでひるむね、お前。当たれ。あ、疲れてんじゃん。え、逃げちゃうかな。バカ野郎、逃げんじゃねえ。あ、逃げねえわ。あ、可愛いやつ。ボルボロスで唯一可愛い行動。1、2、3。さっきのリベンジ行きたいけど、これは無理か。オッケー、ここは男吉田は逃げるすな。はい。疲れてんだからちょっと休んで。休憩しろ。おっそ。おっそ。スローモーションカメラで撮影してるかと思ったわ。スローモーションすぎて寿司ラーメンりくくんのスローシーンかと思ったわ、お前。え、なんかめっちゃ食ってる。え、わ、すごい。これ貴重だぞ、これ。葉っぱめっちゃ食ってる。これ初めて見たわ。はい。ドーン。これ怒るんじゃねえかやっぱり。ひるめ。ひるめ。バカ野郎。ナイスブナール。ふざけんなふざけんなよ。ふざけん、お前タック組んでんじゃねえぞお前ら。あ、これやばいな。当たるな。オッケー。ポポお前何の罪もないポポにやめちくりー。何の罪もない人々を傷つけるのやめちくりーお前。危ねえ。ちょっと待って、危ない危ない危ない。壁やばいな、これ壁やばい。あ、そうだ。これ弱ったらさ、多分これあれ行くよね。そっちのエリア破壊していくよね。ちょっとそれ見せたいな。それどこ行った？それ見せたいな、ちょっと。俺自身も見たいし。HD どんな感じなの？ OK、ナイス。転べ。転べ。これ攻めすぎだけど俺は行く。攻めすぎだけど俺は行く。当たるな。当たるな。バカ野郎。ダメージえぎつな。ダメージ強えな。やっぱグレート必須の、あれになってきたな。ナイス転び。いや、この武器やっぱいいって。うん。手応え感じるわ。なんだっけ、ブレスボールだっけ？ 1、2、あ、なんかでも強化するとね、あんま良くないらしいんだよね。まあ、つなぎだな、つなぎ。ちょっと待って、やばい。ガード間に合い。バカ野郎、オッケーナイス。これいつもここで回転して攻撃食らっちゃうからな。気をつけないとな。ちょっとこの重粒子特有のこの動き。この動きはボロボロっすか。はい。もう、やだ、ほんとに。腹立つわ、この動き。はい。ほら、結構ひるむんだよ、やっぱり。やめろ。オッケーオッケー。ため蹴りいけそうだな。突進しろ、突進。突進しろ、バカ野郎。爪、オッケー。爪。爪。転べ爪。これやばい、壁やばいな。バカ野郎。はいはい、めんどくせえあれ。よし、来た。おお俺の攻撃読むのやめてくれよ。これ追撃遅れるわ、この攻撃。オッケー。はい、ほらひるむんで、マジでマジでね。切ってる感覚あるわ。伊達に攻撃力高くない。なんやねんこれ。わざわざ通り過ぎてこう2回目で当てていくスタイルね。かっこつけるのやめてくれ、ほんとに。転べ。あ、ダメ。勝った。勝ってな、足。これあかんわ。割とね、早めにワルドも結構爪を的確に攻撃してるし、何よりやっぱ武器の攻撃力結構高くなってて、相手、相手がね、ひるむのを割とほら、結構ほんと転んだりするんだよ。いい回数。だからね、なかなかいいんじゃないか。これ爪いくだろう。爪当たんなかったわ。はい、いや割りたい、これ弱るはず。これは2回目で当ててくるスタイル全然ちげえじゃん。どこ行ってんだよ。2回目で当ててくるスタイルとか俺ドヤ顔で言ったらやめちくる、ほんとに。はい、もう怒ってる回数もあれだし、もう弱んじゃねえかな。早く弱ってくれ。弱ってるこれ。あ、違う、チャタとかチャタとかも狙ってるわ。オッケー、チャンス。はいはい、避けろ。危ねえ。いける、殴る一発。はい、避けて、さらにせい、さらにクソ来た、突進からのああもうなんでやねんほんま失敗だな。はい、弱ったんじゃないか、まだ弱んない、いやもう弱る、俺の考え言ってる、もう弱るって。オッケーオッケー、きれいきれい、切ったれ切ったれ切ったれ、尻尾よけつつ来た、123、はい、そっちで転ぶんじゃない竹友だけど、いやここはねちょっと俺あれ行くわ、京ため切り行くわ、お男石玉行くわ、男石玉1、あこれ弱ったか、ほらちょ2段階しかためらんなかった、ひるめくそ、いやそこ絶対逃げるって、今逃げるあれだったもん、逃げるあれだったよ、逃げねえんだわな逃げねえんだわな、弱ったかほら弱った、ほれみー、やっぱ割と早いわ、うん、上位で10分身だからいいね、ブレソールいいぞ、こういう圧倒的攻撃力、また食ってるよって、こいつ弱るとあそこの壁破壊していくから、ちょっとそれを見せたいんだよね、一撃切って放置しよう、オッケー、これで放置、ちゃちゃとかやまにちょっと殴らせていく程度がいいだろう、あいったいったいった、あちょっとみんなに近くで見せて、あれはこれ知らない人いっぱいいるだろうから、ちょっと待って、そこの普段行けないエリアを破壊するんだよ、でこれによって2つのエリアが解放されるのさあ。紹介タイムまず8番、これがね東堂のね凄みなんだよね。そしてさらに奥に行くとそこでしか手に入らない素材があるから、それを見せる、そのうち相手も来ると思うんで、ちなみにここで寝ます。うん、イビル城なんかもここで寝る。ちょバギーいるのめんどくせえな。どこだっけ、いにしえの竜骨がね、これか、あこれだ、これ、このオブジェクトからいにしえの竜骨が手に入るんだよね。だからこうやって弱らしていったりするのをトライではいっぱいやってたね。3つだね、3つ手に入ったね。あもうボロボロ来て早くない、早っ。でもなんか他のとこでもね東堂はねレアオブジェクトとして確か手に入ったはずなんだよね。さあ疲れてるようだしね、もう天国に送ってあげましょう。パッパッ、はいもういいね。ああもうここで切れ味落ちる、これが一番嫌なんだよね。なんだろう、その敵が絶命直前ででも研ぎたくもないし、でも弾かれたりしていろいろとさ不便だしみたいな、それがちょっと硬くねえかこいつ、黄色で切れないって普通に硬いって並んで転ぶね。オッケー、チャンスこれで爪を切って終わりにする、爪を切って12ジャストで爪に当てる、なんでオッケー12いけー、あ今これで決める、123、はいもういいって、もうええってほんまにあ尻尾やらかいから尻尾切ろう。はい、ちょっとマジさ、オッケーもう閉まらねえわ倒し方が閉まらねえわ。さっきのさ落とし物で拾ったこの凍った粘液塊、これ多分ね何らかの多分氷属性の武器に必要だから、まあ別に作る気ないんだけどね、めんどくせえからバカ武器だけでいいかなと思うんだけど、まあ一応ねゲットしとくことに越したことないしな。あとは村長がすぐ要求、村長の息子があいつはすぐ要求してくから、どうせやらくれっつ。やべ、報酬見せるの忘れた報酬見せるの忘れた、ちょっと無意識にもうめっちゃ取ってたわ。まあ停止できるのが YouTube のいいところなんでね、そこはお任せしますまあでも大した素材ないんで、まあ、別に見なくてもいいと思うわ。あこれ緊急出たなあ、上位リオレウスか、あこれ待って、これリオレウスアスじゃない、これ多分そうだよね。だって今更リオレウスでなんかバカみたいにバカみたいにっていうのもあれだけど、なんかバカみたいに騒ぐわけないじゃん。これリオレウスくせえな。え不気味な猛毒性取ってきてる。結局カヤンバなんだよな、結局カヤンバなんだよな。えマジこれちょっと待って、この不気味な猛毒戦ってさお前優秀けお前、やっぱ金魚出てるね。え普通のリオレースなんだ。えなんかこれありそうだね、なんかありそうだよこれ。緊急だよ、しかも最高のお面を取り戻せ。何が違うんだろうね、何が違うんだこれ。でもリオレース行ったら終了になってるぞ。どうしようかな。行きたい国ないね。リオレースは明日じゃねえわ。次回に持ってきたいんだよな。どうしようか。特に行けるクエストも極遠石だって今手に入らないから。どうしよう。リオレース行くのは違うんだよな。こういうなんか緊急的なクエストはね、1枠に1個にしておきたいんだよ。なんかねえかな。そしたらじゃあ古代ザメの皮取りに行くか、5個。古代ザメの皮取りに行くっつうのも変なんだけど、なんかサメのクエストねえかな。漁獲森グレート。グレートなんてやんだね。でね、なんかどうやら、星1の、なんか、星2かな、なんか紅サンゴを納品する。あ、これだ。これでいっぱい出るらしいんで、これ行こう。ちょっと武器これだと多分死んじゃうな、サメ。このためだけに戻り玉作るわ。2個か。ドキドキ動画も増やさなきゃいけないのに全部使っちゃって、俺ほんとバカだな。ほんとアホやな。あ、ほんとだ、いる。しかも、見てこれ10番にいるよ。これ10番にいるってすごくない？待って、これチャチャ、加山攻撃しちゃうかな？攻撃すん、あ、しかもなんか、どっち来た方？どっち来た方かわかんねえよ。まあ、オッケー。一発切るぐらいがちょうどいいな。いやー、違うんだよな。そうじゃねえんだわな。一発切って、毒になったりしないよね。で、グレード。いいじゃん。この方法めっちゃいいな。やっぱ体験じゃなくてよかった。多分体験だ。なんでやねん。なんでやねん。もうなんか、ドヤ顔で近づいてくるのやめろ、お前。ドヤ顔で近づいてくるな、お前。よし。なんかこれさ、ついてからなんか、ちょっと遅れてビクビクってなって死ぬのやめてくんない？なんか、絶命の仕方おかしい。生肉も出んのかよ。マジかよ、お前。あ、こっちにもいる。やべえ、このクエストめっちゃいいじゃん。もう、紅サンゴクエストっていうか、サメクエストだよ、これ。ようやく1個？これまさかリスポーンするんだろうな。めんどくせえぞ、これリスポーンしてくんないと。活力どういうこと？あ、多分、活力剤持ったハンターを、食ったサメが、活力剤を消化しきれずにあったんだね、多分。その説あるわ。話重っ。現実味ありすぎかよ。いや、出ない。30% なんだよね、皮は。出ねえな。向こうから泳いできてくんないかな。泳いでこないね。スポーンしたらなんかあっちから泳いでくるなんか、魚とかいるよね。ただサメは来てないな。てか水中楽しい。水中楽しい。そうだよ、お前。お前何がお前ボロボロした足じゃん、お前。水中楽しみてんだよ、俺。トライ人の概念失ってた。うわ、サメ復活してない。マジ？あ、復活してるわ。一匹だけか。オッケー。こっちは復活してないってことは、これで終わりか。マジで？鬼きつくね？行く上で1個ってそりゃないぜお前。てかこれ支給品にさ入れといてほしいよね。あれ戻り玉。本当にこのクエストで戻り玉がないのはもう初心者への冒涜だからね。これ初心者への冒涜。クソ。もうサメ倒すプロだよ、サメ倒すプロ。無駄がないからね、もう。1ミリの無駄もないから、もう。クソ。そうだよ、お前。激レアぶってんじゃねえよ、お前。攻撃ぶってんじゃねえぞ。これが最後の1匹だな。本当に1個1個しか手に入んないじゃん。もう嫌なんだけど、マジで。もうこれで出なかったらトライ G 引退するわ。あっ。